はい、遅くなってすいません。ちょっとね、昨日は野暮用で、ちょっとライブが急遽できなくなってしまったんですが、今日はちょっとやっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、こよです。このチャンネルはですね、まあ僕がね、ずっとデッサンを描いてる男なので、なんつうのかな、まあ日々のトレーニングとして、まあ自分も描いてるんですけど、まあ皆さんとね、なんかそういうのを共有できたらいいなと思って、でちょっとコメントにあったんですけど、写真のデータをサムネじゃないけど、説明欄に貼ってくださいということがあったんですが、ちょっとまだやり方が分かんないので、まだ今回はできないみたいです。すいません。それはすいませんでした。とりあえず今日はスポテッドガーというね、古代魚の一種なんですけど、それを描いていきたいと思います。最近ね、ちょっとどもりの影響、ちょっと古代魚にはまりつつあります。まあ、とりあえず書いていきます。また、飯前です。すいません。あ、ゆみさんこんばんは。お、みのさんどうも。あいつも見てくれてね、ありがとうございます。ちょっとね、今日は本当は10時ぐらいにする予定だったんですけど、なんか準備してたら、ね、銅板切った破片をね、引き出しの中入れてるの忘れてて、それにね、親指ざっくりやられまして、今、ちょうど即席で絆創膏をコンビニから買ってきたんですよ。最近通知が働かない。あら、マジっすか。なんでだろう。いつも通知してくれてるのすごい嬉しいんですけど。なんでだろう。俺がちょっと怠慢だからかな、最近。ちょっとね、最近つうか、昨日は上げられなかったんですけど。まあ、明日ね、また何か動画一つ上げようと思うので、ちょっとそれをね、今日、夜撮って、それを出していきたいと思います。やば。ちょっと待ってくださいね。ちょっと血が。ちょっと血が画面に血がついちゃってすいません、ちょっとごめんなさい。銅板ね、ざっくり傷やっちゃって、マジで今指がちょっととんでもないことなってるんですよ。やば、血がついちゃった、血がついちゃったんですよ。ちょっとね、本当にギリギリで申し訳ない。まあ、書いていきます。ちょっとびっくりしてた。ほら、ここさ、血がつ、赤いなんか鉛筆使ってたっけと思ったら、さっき傷つけた血がついちゃったね。はい、ではやっていきましょう。皆さん、ペットとかって飼ったことあります？あるかな？なんか、こういう古代魚をね、最近、まあ、シリーズっつうか、それで書いてんだけど、なんつうのかな？なんか、まあ、結構観賞魚って、のイメージがあるから、皆さんなんかペットとか飼ったことあんのかなと思ってちょっと聞いていました。僕はですね、ペットはカメを飼ってました。で、名前はね、カメスケっていう名前で、小学校くらいにね、小4くらいで飼ってました。で、その前もね、カブトムシ、そういえば飼ってましたね。カブトムシ飼ってて、名前はつけてなかったんですけど、お、モルモット飼ったことがあります。モルモット飼ってたんだ。確か、林修もモルモット飼ってたよね。確か。そっか、モルモットか。モルモットって可愛いんすか？なんか、どういうモルモットのポイントがあるのか気になりました。なんか教えていただけると嬉しいです。なんかね、モルモットってなんか、言葉的にはさ、結構、なんだろう。あんまりいい意味で使われないことが多くない？って思って。あ、ひまわりさん、こんにちは。こんばんは、だね。モルモットってあんまりいい言葉の意味で使われることが少ないから、なんか、モルモットのいい、なんか、エピソードあれば教えていただきたいです。そう、ちなみにね、僕はまずカブトムシ飼ってたんだけど、俺、本当に虫が苦手だったのよ。なのになぜかカブトムシだけ、なんかね、マンションの、うちのね、実家のマンションの近くにね、なんか、野菜屋さんができて、思ってるよりウサギくらい大きい。あ、そうなんだ。ウサギくらい大きいんだ。へえ。あ、俺のいとこがね、そういえばウサギ飼ってたな。モルモットってうんち臭いんですか？おお、落ちてきた。びっくり。すいません、僕のフィギュアの肩が落ちてきました。よし。
ごめんなさいね。よいしょ、ちょっとずれたな。まあそんな感じで、まあとりあえずね、カブトムシがいたわけですよ、僕の家には。スマホがずれたね。オッケー、こんぐらいかな。そうそう、カブトムシをね飼ってましたよ。うん、でも本当に俺虫触るの苦手だったから、もうね最後の方はほぼ親が世話してました。そうそうそう、すごい残念な。犬とかの分かりやすいが、匂いはに犬とかの分かりやすいか匂いまではないかな。なるほどね、そこまで臭すぎてはないって感じなんですね。なるほど。まあそれは草食動物だもんね。ウサギもあんまり臭くないって言うし。なるほどな。そう、俺ねペット飼うのはあのうんちがネックであんま嫌だったんですよ。そう、なんかうんち処理すんの嫌だなみたいな。そう、可愛さよりもうんちの嫌さが勝ったんですよ。なんかでもなんかあんまりペット好きじゃない人わからんこの感じ。まあ俺別にペットが嫌いってわけじゃないんだけど、やっぱ最後はうんちで決めちゃうないつも。すいません5時。いや全然大丈夫ですよ、全然大丈夫なんですけど。そうそう、でカブトムシ飼ってたんですけど、カブトムシもいかんせん触れないので、結局親が世話すること、親もねカブトムシ苦手だったんだけど、まあ俺のおかげでね、あのカブトムシを触ることになれたみたいですね。うん、よかったよかった。俺母さんのためにカブトムシ飼ったんだなって、その時はあの運命を感じましたけど。そう、まあ言い訳はそこまでにしといて、よいしょ、とりあえずちょっと立っていきましょう。さあさあ、今日はねまた仕事始めの月曜日ですけど、どうだったかな。うん、そうそうだね。まあ俺はね、あのもう一回ペットの話戻っちゃうけど、でその後に親にカブトムシで散々世話させてとか言ってめちゃくちゃ怒られたんだけど、カブトムシじゃなくてカメ飼いました。でもね結局カメも続かなかったね。俺もペット飼う資格ないんだって、その時にねやっとカメを一匹に犠牲にして痛感して、そっからもうペット飼ってないっすね。俺には飼う資格がないっていうことに気づきました。もう本当にねカメが本当かわいそうなことになってたんで、もう本当に、本当もうペットは絶対に飼えない男です、僕は。命をね、扱う資格がない人間ですね。うん。そのまあ具体的にはもう、本当にね、まあ亀とかってさ、やっぱ水槽洗わなきゃいかんけんね。家の近くにモルモットじゃないけど、ヌートリア。ヌートリアって何？知ってる人いる？ヌートリアって俺知らねえ。誰か教えて、ヌートリア。ズートピア？ヌートリアっていうのいるんだ。何、キリンみたいな。いや、ちげえな。ヌートリア、何なんだろう。まあ、ヌートリア教えてください。誰か知ってる方いたら。で、まあ話は戻るけど、そう、まあ、カメね、結局ね水槽とか結構ね手間が多いんよ。水槽系の生き物って水質変えたりとか、まあ俺あんまさモルモットやら犬やらそんな哺乳類は飼ったことなかったからあんまりわからんちゃけど、そう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 なんよね。なんやけど、そのまあ水槽系の生き物ってやっぱね、その水槽の管理が結構すぐ水汚れちゃうからね、カメとか特に。で俺ずっとそれ部屋で飼ってたんよね。カメって結構独特の匂いがあって、もう俺嫌すぎてさ、もう後半もう本当にね、もう水質はマジで何もせずにただ餌あげてただけみたいな。多分ね、本当生き物好きな人から見たら俺のその飼い方はね、小学校の頃やったけど、もう多分本当に俺を引っ叩きたくなるくらいね最悪な飼い方してたと思う。ってぐらいもう本当に適当になっちゃって、でそれで結局結構早めに亡くなっちゃったんだけど、2年くらいで亡くなっちゃったんだけど、でそれでね
当に悲しい、悲しさすらもうなかったっていうのがもう本当にね、もうあの買う人として失格だったね、あれは。そう、なので皆さん本当に生き物の命は大事にしてください。今思うと本当に俺は最悪なことしたなって思った、うん、あんまりその時は思わなかったんだけど、もう高校とかなってそのペット好きな人とかね、いろいろ近くにいると感じるね。ネズミとカピバラを混ぜたような動物、へえ。想像つかねえな。ヌートリア、へえ。でもなんかカピバラのちょい小さい感じで可愛い気がするね。生き物系な。そうそう、でも最近ねまた友達結構ね、芸大にはそうそうペット結構飼ってる人多くて、犬とかね飼ってる人多いから、かなりね身近にも犬飼ってますって人めちゃくちゃいて、その愛を感じると、あーやっぱペットって可愛いんだろうなっていう風にねまた最近思えてきましたね。うん、ヌートリアって話戻るけど、ヌートリアってどんな性格するんすかね、どんな性格なんだろう。お、2000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。すごいありがたい、すごい嬉しいです。そうね、やっと2000人来ました。独学で芸大が入れると思いますか。わかんねえ。あー、わからん。ワンチャンあるかもしんない。湯川は本当に何が起こるかわからんけんさ、本当にねワンチャン、ワンチャンあるかも。ワンチャン芸大優雅合格ありますよ。頑張って応援してる。根拠はないけど、わかんない、あんまり責任取ったこと言えないんで、あの責めたことは言えませんけど、え、受かったらすごい。でも俺芸大の優雅は本当になんか何が基準なのかも俺もよく理解してないから、受かるかもって責任なく言ってます。優雅の人いたら本当申し訳ないこと言ってる気がするまあそんな感じです。何か質問あったらお願いします。今日はね、あのペット、自分が飼ったことあるか分かんないけどペットの話をちょっと中心にやっていきたいです。まあ何かね、あのペットの話じゃなくてもいいです。なんかまあ話題がある方いたらね、もうめちゃくちゃ言ってほしいです。芸大はね、ほんとペット飼ってる人多いんで、ちょっとね、そういう文化がありますって感じでした。そう、最近古代魚飼えてることが多いから、あ、魚なんだ。そうだよ、スポテッドガーって魚なんですよ。ごめんね、なんか、最近リクエストで花とか多かったんやけど、ちょっとあの、モチーフ探すのがなかなかね、俺の気に入ったのなくて、申し訳ないです。絵の具はね、ちょっとあの、うん、もうちょいあと、単純にあのもうちょっと上手くなりたいっていうやつ、今ちょこちょこ自分で練習したりしてます。なんかね最近ね、まあ前から買ってたんだけど、ちょっと もうちょっと上手くなりたいなって思って、あの新しい絵の具買ったんすよ。まあ前だったんだけど、なんだっけな、草壁絵の具のアクリラじゃなくて、なんだっけな、アクリリックかな、アキーラだ、アキーラ買ったんすよ。お、こんばんは、よしよこうやまさん、こんばんは、ありがとうございます。見てくれて、スポテッドが魚なんですよね。でね、ペットの話をずっとしてたんだけど、ちょっと増えてきたんで、あのまたあの紹介します。このチャンネルはですね、僕が、ずっとデッサンをしてきているので、まあ、そのデッサンをこう日々描いていくようなドローイングの、ライブペイント的なライブになっております。で、なんで僕がねデッサンをやり始めたかというと、まあ、あの主に言うと、東京芸術大学の入試にデッサンがねあの含まれていて、まあ、ある程度のレベルまでいかないとなかなか合格が厳しいと言われているんですよ。でそれで、僕はですね高3から、絵を描き始めて、だやっとね3浪して東京芸大に受かることができました。でその後にね、まあ、芸大入って、まあ、デッサンはねやんなくなるんですけど、
まあ、あのせっかくねこの身につけた技術をこう 無意にするわけにはいかないということで、まあ、あの今もね日々こうやって自分のトレーニングも兼ねて、デッサンをしてる次第になります。なので、まあ、デッサンについて、まあ、ある程度上手くなってるので、もし何か質問等ありましたらね、僕にどんどん質問してください。で、あともう一つね、芸大についての質問とかめちゃくちゃあったら、ぜひそちらも質問お願いいたします。はい、というような感じです。で、今日はね、一応、まあ、僕がずっとベラベラ喋る、あの、放送になるのも、あれなので、一回、なんていうのかな、あの、ベラベラ喋らずに、皆さんのね、今日はの話題は、一応、観賞魚を書いているので、まあ、ペットをテーマにちょっと書いていきたいと思うので、もし、書いていきたいっていうか、まあ、話していきたいなと思うので、もし、ペットに関する何か、自分はこうだったよとかあったら、ぜひぜひ教えてください。ちょっとこれ、ね、コメントも溜まってるようなんで読んでいきます。久々にリアルタイムで見た、あーよかったです、ありがとうございます。ヌートリアはペットじゃなくて近くの川にいるだけなんで性格わかんない。近くの川にヌートリアってのがいるの、すげえ。ヌートリアって何、え、そんな野生のやつなん、インのそんなやつ、俺初めて見たんだ、初めて聞いたんだけど、ヌートリアという存在、今日のライブまで全然知らんかったっちゃけど、そういうのがあるんだ、いるんだ、知らなかった。すげえ、そんなのあるんだ、知らなかったです。だいぶガーができてきた気がするんだな。一応ね、スポテッドガーっていうのはなんかワニに似たやつだっけ、名前の由来忘れちゃったけど、確かそういう感じの名前だった気がする。魚なんだけどね、すごいワニに似てんの。そうなんですよ、すげえ。え、ひまわりさんってもしかして超ど田舎に住んでるとかそんな感じ、今ちょっとあれだったかな、すごいのどかな感じのとこに住んでんのかな。俺のじいちゃん家がね、本当高速道路とかでよく見るあの山奥のポツンと一軒家があるような、ああいうところに住んでんだけど、なんでそこに住めんのみたいなところに住んでる俺のじいちゃんがいて、近く走るとね、もう本当にね、何の舗装もされてない山道とかめっちゃあって、すっげえ楽しいよ。そうそう、で山の奥あんまりこう登らなくても山がいっぱい、の森みたいないっぱいあってさ、でめちゃくちゃ俺その、まあ親父のじいちゃんちゃったから、でも最近大学1年生とかぐらいに久々にまた帰ってさ、その山道いろいろ歩いて回ってたら、もう本当にね、森の奥になんか湖を発見して、もうヒキガエル大量にいてさ、まあ、気持ち悪かったんだけど、すごいね、神秘の湖感がすごくて、すごいいい体験をしましたね。そうそうそう、そんなど田舎でした。でかいネズミみたいで怖い、普通の田舎って感じです。なるほど、あ、そうなんだ、ネズミなんだね。じゃあどっちかといったらあれか、うわっうわっみたいなって感じなんだね。あ、いるわーみたいな、そんな感じなのかな。なのに名前はなんかヌートリアってちょっとかっこいい感じだね。ヌートリア、うん、いい名前、すごいわー。例えば、そう、名前のギャップで思い、あ、これすっげー失礼な話だけど、今だからね、すげー笑顔でいるんだけど、高校にね、クララっていう、そういう、あ、ちょっとね、あれだったんだよ、クララって言われてる女の子がいて、見たらめちゃくちゃゴリゴリマッチョの、超いかつい女の子で、どこがクララやねんってこう、突っ込みたくなった、瞬間がありました。そんだけです。すいません。超デリカシーのないこと言っちゃったね。普通の田舎って感じなんだね。そうなんだ。でも東京もね、ほんとそういうの多いよ。うん。クララじゃねえけど、ネズミいる。上野公園、上野とかめっちゃいるネズミ。渋谷とかも多いよね、ネズミね。なんでこんなでかいのおんのみたいな。ここ町やぞみたいなさ。お、中井さん、こんばんは。ぜひぜひゆっくりしていってください。ちょっと最近、昨日ちょっとね、野暮用で放送できなかったの、本当申し訳ございませんでした。今日はね、ちゃんと、放送してます。ちょっとね、今日は遅くなってしまったの、本当申し訳ないです。ちょっとね、絵を描く前に、銅板が引き出しの中にあってさ、で、その銅板でちょっと指ざっくりやっちゃって、こんな感じでちょっとざっくりやっちゃったんですよ。本当にそれでね、ちょっと、家にちょうど絆創膏切れてたので、ダッシュでコンビニに買いに行ってたらちょっと時間かかっちゃいました。すいません。そういえばね、今日初めて、ご飯をさ、出前で頼みました。
あの今流行りの Uber Eats じゃないんだけど、なんか出前のねアプリみたいになってさ、それでね、それのさ、うわいいなと思ったところが一つあって、お、イネシ君野暮用わらわらじゃねえよ、ゴキブリいますか、あ、超いるよ超いる超いる、春菜さん超ゴキブリいます、そうそうそう、超ゴキブリいると思う、ゴキブリ、うん、もうそれの最大級が、あのネズミみたいな感じ、もうほんとびっくりする、うわネズミやんみたいな感じ。俺もね、上野でもう何匹だろうな、10匹近くはもう見てると思う。まあそれでも10匹だけど、福岡じゃ見なかったんだよ俺。やけど東京来てうわみたいな、渋谷とかね、もうほんとちょこ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 走ってる、なんかね、ほんと本気出せば捕まえられんじゃねえかなってぐらいいるよ。ほんとね、すさまじいです、たくましいというか、そう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 、あ、なんかついちゃってんな、なんだろうこれ、なんだ、単純に表面か、今日、そう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 、まあそんな感じでね、東京は怖いよって話です。うん、今コロナも半端ねえしな、コロナ半端ないって本当に。いやー、と言いつつも結局ね、人多いんだよね、結局東京に。なんだかんだでみんなね出没してんのよ東京に。そう、なんで俺が知ってるかって、うん、あの想像でしかありません。よし、まあそんな感じで今日も書いていきます。そう、そんな感じでどんな感じやねんつって、そう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 ってね、まあいいや、まあね、今日はね本当に初めてその出前アプリを使って今日は配達ご飯をしてもらいました。そうそう、で面白かったのはね、いつもね、あの宅配とか頼むと本当謝りたくなるようなおじいちゃんとかがすごい届けてくれるんだけど、そういう出前アプリのやつはすげえ若いおじいちゃんだね本当に。あ、若いおじいちゃんってね精神年齢のことかいなっつって、まあいやいや、あのそういうのじゃなくて普通に若いね、あ、じゃあ若いお兄ちゃんねえかよ、おじいちゃんって言ってしまってた俺マジで、何言ってんだかよくわかんねえわ。そう、すごい若い人がね届けてくれて、それがすごい新鮮だった。あのね、本当に最近なんか佐川急便とかさ、山本清じゃなくて、あの白猫大和とかはすごいね、若いお兄ちゃんが送ってくれることがないのよ。本当にちょっと、あーご苦労様ですって言いたくなるようなおじいちゃんがめちゃくちゃ運んできてくれるんやけど、だからこっちもすごい申し訳なくなるわけ、本当にうーやーみたいな、おじいちゃんごめんねみたいな感じになっちゃうんだけど、今日はねすごい若めのお兄ちゃん、なんか大学生かなって感じのお兄ちゃんで、なんかあんまりこう気兼ねなくできた、うん、それがすごい良かった。いや別におじいちゃんに他界するなって言いたいことじゃなくて、なんでおじいちゃんをパシコキ使ってさ、なんか大層どうでもいいようなこの若者のためにこう荷物を求めその運んでくれるっていうのをこうさ、なんかこう見ちゃうと、うわすげえ申し訳ねえなって気持ちになっちゃうの、多分余計なお世話なんだとは思うんだけど、山本清っていうなんか電化製品屋さんありそうじゃない、それ松本清か、松本清ってなんだっけ、松清ってあれか、ドラッグストアか、山本清ね、ちょっとドラッグストアと、うん、まあ被っちゃったね、被ってはねえけどちょっと混ざっちゃったけど、まあいいんですよそんなことはどうでも。よし、最近ちょっとね背景付きにハマってます。そうそう、ちょっと話脱線しすぎちゃった。まあそうそう、それでね若いお兄ちゃんがねこうやってくれるからすごい良かった。で、あの宅配系の、うん、アプリ何がいいかって、なんかいつも行かねえようなお店の飯頼むとこがいいと思った。俺結構ねカレーが好きなよ、結構本格的なカレー、うん、まあ、本格的っつうの、俺にわかだけど、あの新宿のね新美の近くに、新宿の新美の近くにって面白いね、あと新美、また話脱線しちゃったけど、新美って新宿美術学院っていう名前なんだけど、もうね秋葉原と渋谷にあるから、もはやもうその渋谷っていう
渋谷じゃねえや、渋谷と秋葉原にある県も、もはや新宿美術学院っていうのも名前のアイデンティティをもはや失ってる予備校なんだけど、まあ、新宿校の新美は、の近くにね、あの、金餅っていうね、カレー屋さんがあるのよ。もうそこのカレーね、最初食べた時、もうめちゃくちゃ辛くて、あ、辛いっつうか、なんか甘くないのね、その店のカレーは。甘くなくて、うわ、何これ、カレーっつうか、なんか野菜炒めというかさ、野菜煮込みという、何この味みたいな感じだったのよ、最初ね。でも、その予備校の先生とか、これうめんだよーとか言ってめちゃくちゃ食ってんの。ワッツみたいな感じだったのよ。ほんと、お前ら宇宙人の下で思ってんのかよ、みたいな、そういう感じだったんだけど、だけどね、あの、次の日、もう新品で、ちょっとね、その時ちょうど合格したくらいの時で、散策をね、ちょっと書きに行ってたの。あの、美術って、あの、毎日こう、受験課題を書くっちゃけど、でもね、あの、合格すると、1枚1万円ぐらいで書けんで、マジね、合格するといいことあるからね、皆さん。もし受験してる方いたら、その情報あるからね、みんな楽しみにしといてね、受かったらね。まあまあ、それでいいんだけど、で、書いてる時に、なぜかあんな、うわ、まずいって思ってた、金餅のカレーが、やべえ、今日なんかすっげえ金餅食いて、みたいなことを言い出してさ、俺が、あーみたいな、お前みたいな感じだったんだけど、なんかね、時間を置いたら、あんな美味しくなかったと思ってた金餅のカレーがめちゃくちゃ美味しく感じちゃって、もうそっから取り越すね。もう、なんだろう、3年経つけど、もう未だに、とりあえず、あの、新日行ったら金餅食うみたいな感じ。ただね、土日祝日やってないのがもう、あれだね、豚に真珠じゃなくて玉に傷だね。もう土日祝日やってないけんさ、俺結構土日祝日に入ることが多くて、新日ってもなかなか食えない金餅なのよ。だから超レアな感じになってる、今すごく俺の中で。だから本当に金餅食べたい。本当に皆さんでね、新宿美術学院を盛り上げていきたいのでって、俺何の話しとんねんって感じやけど、まあ金餅ね、みんなもしね、新日に行くことがあったら、あの、新日の近くの金餅っていう、まあ夫婦が経営してるカレー屋さんなんやけど、結構評価高めだったと思う。あの、すごいね、独特の味のするカレー屋さんだから、ぜひぜひ見にっつうか、食べに行ってみてくださいということでした。別に営業じゃないよ。あともう一つね、俺の、じゃあみんな好きな飯屋の話するか。まあ、ペットの話なかなか膨らまなかったので、次はあれしましょう。あの、自分の一押しの飯屋の話しましょうかね。結構ご飯って盛り上がるよね。だいたいさ、テレビもめっちゃやるネタつけてきてさ、もうだいたいもうグルメかクイズしかやってないじゃん、今。そうそんな感じでね、今日は次はなんかご飯の話してみるか。そうね、ほんと宅配アプリがさ、ほんと紙アプリでいつも行かないような店でも写真が良ければめっちゃ食べよっかなみたいな感じ思っちゃうのよ。ほんとなんつうの、いつもだったらさ、こうなんか大戸屋とかなんかそういうところでもいっかみたいな感じになっちゃうんだけど、こうチェーンみたいなねとこね、チェーンみたいなとこになっちゃうんだけど、なんかね、ネットで見てるとなんかそういう、なんだろう、チェーンとかのその店舗のクオリティとかで見ないから、なんか純粋にね、いろんな店の味を試したくなっちゃうっていう感じがすごいいいですね。なんか皆さんおすすめのご飯どことかありますか？もしなんかあったら僕に教えてください。ちなみに僕はね、その金餅以外にはもう一つあって、あの、これはね、結構友達誘いに行くんだけど、ブラリっていうね、ラーメン屋があるんですよ。ラーメン兼居酒屋なんだけど、そこがね、神うまい。で、一応ね、麺のあれが、ちょっと太めの縮れ麺で、スープの味がね、鶏白湯なんですよ。そう、お、浜松町駅のなぎっていう、そば屋。おすすめ。へぇー。なぎで合ってる？タコ？なぎ？どっち？なぎだよね。へぇー、浜松町駅のなぎ。味、どんな味なんすか？そのそば屋の味って。すごい気になる。もしなんかこうプレゼンしてくれたら僕そこめっちゃ行きます。浜松町ね、あの、近くはないけど、なんで多分行きます。そう、なぎか。へえ、どんな店なんだろう、すげえ気になる。ブラリア神うまい。あ、そうだよね、ニャシ君も知ってましたか、ブラリを。ニャシ君知ってましたか、ブラリ。うん、すごいいい店なんですよ、ブラリ。うん、に西日暮里じゃなかった、日暮里の、あの、墓地じゃない方の階段を降りていくとあるんですけど、そこがね、ちょっとね、裏路地みたいなところで離れてるんですよ。
そうすごい裏路地みたいなとこで、その奥行くとそのブラってんだよね。そう例のブラリがあるんですよ。例のブラリが、やべ、ここまでちょっと酷使すぎた。そう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 、だからね、普通に行くとね、なかなかこう見つけづらい場所にあります。そうだから結構ね、ちょっと入るのもためらわれるような場所なんだけど、そこのねスープがすごい濃厚で美味しいんだよね。ぜひみんな食べてほしい。おコメントでプレゼンして一番興味持ったお店にニコさんが行くわら。あいいかも。文章でプレゼンってなかなか大変だよね。口で言うのは結構さノリでいけちゃうけど、文章でプレゼンってなかなか難しいからな。いやでもマジで気になるんで、つか俺マジで暇じゃないけど、割とね家でかなり作業を中心にやってるので、まあどうにかこうにかすれば時間も割けるから、本当に行ってみたいなって思います。で行ったらこのねライブで、ああそこ行ってきましたとも言えるので、もしねおすすめあったら行ってください。まあちょっとこのご時世ねコロナだからあんまりこう多感に行くのはちょっとはばかられるけど、まあまあなんかあれば行きますって感じです。そうね、まあとりあえずブラリはね本当濃厚鶏白湯で、ちなみにねその店はなんとねミシュランを取得してるんですよ。ミシュランを取得してるラーメン屋なんで、めちゃくちゃねやっぱね最初やっぱりその評判から俺も入った。友達からブラリっていうラーメンあるけどどう、ブラリかブラリって なんか名前ちょっと地味だしなとか思ってたので、そしたらその友達はさ、でもブラリってマジでミシュラン取得してっからマジおすすめやみたいなこと言われてさ、あーまあブラリかちょっと行ってみっかみたいな感じで行ってみたの。そしたらねやっぱりもうスープが濃厚で、で縮れ麺で少し太めなのね。だからその濃厚なスープの味をねすごい絡めてくれて麺が、で本当に鶏白湯ね俺あんま美味しいの食べたことなかったんだけど、鶏の出汁もすっごい効いてて、すごいねなんだろうね、ミルクみたいな感じ、全然ミルクの味しないんだけど、ミルク牛乳ってよりからねミルクっていう感じです。このなんかイメージが伝わるか分かんねえな、分かんねえんだけど、ミルクみたいな味なんですよ。濃厚でちょっと絡むような感じで、すごいねあっさりっぽい味なんだけどすごいこってり、そうその表現もちょっと難しいよね。こってりなんだけどすごいあっさりしてるの、こってりの中だとあっさりしてると思う。すっきりする感じで、とてもねその内容が濃いラーメンで、で本当にねお昼時とか2時までなんだけど、もう2時に行くとね、鶏白湯ラーメン売り切れちゃってて、ごめんなさいってことはすごい多いから、できればね、行くときは早めに行くのをおすすめします。で夜もね、やってるんで、ぜひぜひね、ラーメン見てみてはいかがでしょうかっていうような感じでした。なぎです。麺は細めで短め。ざるそばは濃いめのつゆ、濃いめのつゆで、一瞬食べれます。一瞬で食えます。かけそばは柚子の皮を散らして、香りの良い出汁が最高です。うわ素晴らしい素晴らしいコメント力、素晴らしいコメント力だわ。それは行きたくなるわ。いいね、ちょっとそれは興味ありました。多分柚子が俺の舌の中で柚子が踊りそうな感じがするな。それはめっちゃ気になる。ありがとうございます。ナギね、ナギ、そっか、いいなあ、そば。お、中井さん、明大前駅の近くの春夏冬っていうラーメン屋、秋がない、つまり秋がすごいすげえ、つまり秋がない。あのね、味のこと一切言ってねえんだけど、コメント力半端ない、ね、つまり秋がない、なるほど。明大前に春夏冬、つまり、そう、秋がないんです、つまり素晴らしいね。俺そういう親父ギャグ大好きなんで、もうぜひぜひ、Welcome ですね。すごいな。何ラーメンなの？その、春夏冬。そう、秋がないラーメンってことは、結構こってりなのかな？今適当に言いましたけど。秋がないラーメン。春夏冬。いいね。そのラーメンすげえ気になるな。春夏冬、
きがない。あ、すいません、ちょっと臨床しちゃいました。臨床副症なんつうの。いてー、ちょっとね、おめちゃくちゃ毛、うわめっちゃ血出てんじゃん、うわ最悪だよもう。そうね、もう散々さっきから言ってるけど、銅板をねちょっと怪我しちゃったんですよ私。ラーメンいろいろあるけど、味噌、へえ味噌なんだ、味噌か。俺あんまりね味噌食べたことないんで。そう、博多出身やからな、どうしても豚骨に傾倒しすぎちゃうんだよね。ちょっと行ってみます、行ってみますとか、ちょっと行くか分かんないけど、明大前ね。結構明大前ってどの辺だっけ、結構上野と近かったっけ、お茶の水だっけ。俺明大ってさ、あのお茶の水のしか知らないんだけど、違う、明大ってどこにあんの。お茶の水のとこしか知らないんですけど、他にありましたっけ明大って。ミリオン座さん、神奈川県菅原大野、ごめんなさい俺ねこの字読めないんですよ。血の栗の里という洋食店、ハンバーグや生姜焼き、グリルチキンにカレーを低価格で食べられます。ソースが選べますが、トマトソースと醤油で、トマトソースを選ぶとなぜか醤油もついてくるのです。ご飯はおかわり自由。なるほど、へえ。明大前は新美に近いです。あ、そうなんだ、明大前って新美に近いんだ。じゃあ原宿とかその辺、いやじゃあ原宿なんかねえか、え、そうなんだ、へえ。ハンバーグか生姜焼き、へえ。洋食店とか行ったことないな、すごいちょっと気になるな。トマトソースを選ぶと醤油も出てきます。素晴らしいね、なぜか醤油めちゃぽっ、いやあれやんね、醤油頼んじゃったらよくないじゃん。え、そうなんだ、え、すげえ気になる。でも俺一番気になるのやっぱりあれだな、蕎麦屋気になるな、凪気になるな、凪気になる、そのあれも気になる、春夏冬秋がない。あー、もうキャッチコピーが素晴らしい。行ってみたいな、春夏冬秋がない、いいね。あとね、柏にあるトマトラーメンめっちゃおすすめっすね。トマトラーメン、これ言いすぎると俺のね生活区域がちょっとバレちゃうかもしんないんだけど、柏のねトマトラーメンは超おすすめ。あのラーメングランプリでも昔優勝してるような店で、あのね正直店の、あのラーメン出す時間めっちゃくちゃ長い、遅いね、めちゃくちゃ。じゃなくて初代、なるほどね、初代ね、初代ね、初代に近いの。そんな近くに明大ってあるんだ、知らんかった。知らんかったな、わかりました。あ、じゃあマジで行くかも。どこだっけ、明大前の近くの春夏冬。あ、本当に俺行ってみよっかな、そしたら新美の帰りとかにちょっと初台の近くでみたいな感じ、ちょっと行ってみます。普通に俺の行ける範囲内くらいで、ちょっと新美の勤務あったら行ってきます。あまり入ってないからさ新美、まあ、でもあったら行きます、絶対行きます。春夏冬秋がない、最高だね。あとは蕎麦屋ね、浜松町の蕎麦屋。あとは神奈川県、あ、俺これ読めない、大野市の薬の里、栗の里か。ここは秋だね、思ったけどここは秋っすね。すげえくだんないこと言ってすいませんでした。はい、ひまわりさん、愛知県の赤池駅の近くにある俺の豚骨っていう店のつけ麺は死ぬほどうまいです。マジで死ぬほどうまいの、死ぬじゃん。俺の豚骨、なんかあれ、それってさ、なんか俺のフレンチとかと同系列の店なのかな、どうなんだろう。
俺のフレンチとか俺のイタリアンとか俺の串とかそれと同じ系列の店なのかな。俺のだもんね。俺のシリーズあるもんね。芸人がなんか起業してる俺のシリーズ。ちなみに俺のフレンチめっちゃ好きなんですよ。そう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 、本当にあの親に、親っつうかまああのね、合格祝いだったっけ、なんかそんなんで行った気がする。まあ超美味しい俺のフレンチでした。結構ねフレンチ高級つうか本格フレンチがたあの結構安く食えるっていうのでね、おすすめの店なんですけど、俺の豚骨か、九州民から言わせてもらうとね、なんで愛知で俺の豚骨いっとんねんって感じですね。すいません、すごいなんかエセハカ食べハタカハハエセハうーんエセ関西弁みたいな感じ言っちゃったけど、なんで俺の博多や、博多あ俺の豚骨は博多やねんって言ってやりたいですけど、とりあえずちょっと気になりました。愛知あんまり行ったことないから、もし行くことがあったらちょっとすいません俺の豚骨行けませんかっつって、なんか友達と行ったらね行ってみようかなと思います。ちょっと福岡に喧嘩売ってる店の名前知ってるんですけど、マジで気になるんで行きませんかみたいな感じで。なんで俺後輩に後輩設定で行ってんだろうね。ちょっとね、愛知県の赤いケーキ、赤いケーキってどの辺にあんの。俺前一回だけ行ったことあるんだけど、受験で愛知県警受けにあの伏見に泊まったのよ。伏見、愛知県の伏見ね。愛知城が近くにあったっけ忘れたけど、そこに行きました。ちょうどね、あの栄とかその辺の近く、結構ね、なんか地下鉄とかはすごい似てたね、九州の福岡と。あの都市部は地下鉄で、郊外になるとなんかね、あのリニモとかあんだよね。リニモ藤ヶ丘降りると、まあリニモ乗って、まああの芸大通り降りて、まあ愛知県芸に行くんだけど、そうそうそう、ちょっとね、あの地下鉄がすごいね九州と似てたの思い出しました。そう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 、そうなんですよ。俺の豚骨、死ぬほどうまい。豚骨なのにつけ麺を食べると美味しいんだね。つけ麺、つけ麺、ラーメン、つけ麺の人あんまりテレビで見なくなったな。なんか YouTube チャンネルしてるって言ってたけど、豚骨どんな味なんだろう。まあつけ麺はね結構濃い味だよね、すごく。まあ俺は結構好きです、つけ麺。でも俺横浜駅ラーメンのつけ麺で、あの、あ違う、俺あそこだ。つけ麺はね渋谷にある、あの渋谷警察署の近くにあるねつけ麺屋さんがあって、そこはまあまあうまいかなって感じでした。まあまあです。俺横浜駅ラーメンあんま美味しくねえだろうって思ってたんだけど、あの本当にあんま人気ねえんだけど、それこそ渋谷の警察署の近くの、なんだっけ、ヒノキだっけ、ヒノキ屋、ヒノキ屋っていう横浜駅ラーメンは俺は好きです。すいません、俺結構ねバカ舌説あるんですよとか言ったら、ちょっとあの今まで進めてたのに怒られるかもしんないけど、それのねやっぱ横浜駅ラーメンは俺は結構好きでしたね。いやでもコーヒーはうまいわ。ホットコーヒー、ハットコーヒー、おいしいね。どうぞこのまさと弁当からわからん、おお味がピシャッと染み込むっていうね、あのローカル CM があるんだけど、みんな知らないでしょ。福岡ね、福岡の辛子明太子の CM そんな感じなんですよ。お福岡帰った時にはぜひ身内がやっています平尾のドネルけ、あ福岡帰った時にぜひ身内がやっています平尾のドネル、ケバブをメインにやっています、や出していて居酒屋メニューとかもあります。本場トルコの味を再現、手作り、手作りパン、私はまだ行ったことないので味は小代さんが教えてください。なるほど、行ってみたいですね。ドネルね、ドネルすごいごついね、トルコね、トルコのドネル、どこだっけ場所、どこにあんのそれ。トルコのドネル、あれトルコの首都ってアンカラで会ってたっけ。トルコの首都は首都ってねえねんトルコの首都、トルコの首都ってどこだっけ。トルコの首都ってアンカラだよね。やべ、ちょっと喋りになんかちょっと楽しくなっちゃって、ちょっとデッサンがちょっと進む遅くなってんな。
ちょっとね、マジで頑張るんで、すいませんでした。いや、もう頑張ってたけど、ちょっとすいませんでした。地下鉄の舞鶴線、舞鶴センターだっけ、舞鶴線の豊田市、あ、これ愛知の方か。地下鉄の舞鶴線の豊田市行きに乗ったら赤池駅あります。へぇ、地下鉄ってそんな種類あったっけ、愛知って。俺、富士ヶ丘、伏見間ぐらいしか知らないけど、結構あるんだ、地下鉄。いや、まあ、さすがにな、すごいな、やっぱ都市部は。素晴らしい。やっぱ、愛知ね、三大都市なだけあるわ。すごい。舞鶴行きに赤池駅があるんだね。南区、西鉄平尾駅です。ややこしい。ややこしい。福岡と愛知の。愛知のコメントがめちゃくちゃ来るからややこしい平行きね、福岡のあれね。おピオバー、こんばんは。ラーメン以外だとサイゼリアのキビナゴ、九州の古式島座、サイゼリアのキビナゴってあんの。サイゼのキビナゴっていう料理名なのそれ。鶴舞っていうな、ごめんなさい。あ、そうじゃん、俺なんで舞鶴、逆じゃねえかよ鶴舞線ね。あ、なんかいい名前だね。西鉄平尾駅です。鶴舞ですね、すいませんね、ちょっと間違えましたね。サイゼのキビナゴ、九州の古式島さん、すげえ細かい。すごいね、古式島であってるね、イントネーション。多分そうだね。そうなんだ、そんなんがあるんですね。サイゼ、まあまあ行くけど、俺サイゼで頼むのアーリオオーリオしか頼まないが、わかんねえよ。あの辛いさ、なんかあんのよ、辛い、なんかね、あるんすよ。なんだっけ、チョリソーだ、チョリソーみたいなやつ頼みます、いつも。鶴舞知らんかった。そう、福岡にはね、舞鶴高校っていうね、マンモス校があるんですよ。で、大分にもね、実は舞鶴高校っていうね、あの高校あるんですよ。ちなみにバスケがめちゃくちゃ強いと言われている舞鶴校ね。そう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 、そういうのがあってね、ちょっと舞鶴読みでちょっとね、釣られちゃいました、すいません。鶴舞線ね、いい名前。鶴舞っていうのかい、いい名だねって感じですけど、いい名前してますね。よし、いい名前とか言ってるうちにスポテッドが進めます。スポテッドしときます。スポテッドこすったっけ、こすったな。メーカーコースロー、よし。実はね、一昨日とか昨日テレビ撮影してたんですよ、僕実は。で、 NHK の金曜日のソロたちってみんな知ってます？番組、金曜日のソロたちっていう番組の収録がね、あのマイハウスでやってました。で、僕のね、あのその番組どんな番組かっていうと、まあ金曜日になんか変な人たち何してんの、家ちょっと観察させてやみたいな、そういう番組です。まあ、あの定点カメラで、まあ、家の様子をずっと撮りまくるみたいな、まあそういう放送になってます。で、一応ね、僕はその芸大生枠で出ることになりました。その金曜日のソロたちの番組で芸大生会みたいなのあるみたいで、その中で僕がどうにかね、話のつながりで参加していただけることに、もらえることになりました。おそらく6月あたりの放送になると思います。ぜひね、気になる方はチェックしてみてください。僕のいろんな個人情報が洗いざらい出るので、ほんと恥ずかしいんですけど、これ見るとね、めちゃくちゃ、みたいなことがわかると思いますので、ぜひ、見てみてください。そうそうそう。まあ、俺がどんな風にライブしてんのかとか、めちゃくちゃわかります。こんな規模感でやってんかいみたいな。うん、どんだけみたいな、そんな感じです。底辺の YouTuber とはこんなもんぞやってることをちょっとまじまじと見せつけてやりたいので、皆さんぜひぜひ見てみてくださいな。金曜日のソロたちってみんな知ってる？ちょっと
そう、部屋にねカメラ10台ぐらいさ設置されてでやったの。もういつも通りでお願いしますってなるけど、いやめちゃくちゃちょっと上がっちゃうよねっていう感じ。これ喋っていいのかな、わかんねえわ。あのまあそんな感じで、まあいつも通りの僕が見れると思うんで、ぜひ皆さんチェックしてください。チェック。録画できないので見逃さないようにします。ああありがたいっす、見てみます。ぜひぜひお願いします。僕のすごいね、本当に30、僕がねもし40とか50になってそれ見たら多分すげえ恥ずかしくなるだろうなみたいな内容の、あの多分回になるのかなっていう感じです。まあ、すごいね、若者の若気の至りというか、そんな感じの内容になっております。多分そうだと思う。俺そういう系のこと言った気がする。それかあの時はやる気に満ちてたなとか思うのかな。まあそのね、自分の20年後30年後を想像すると怖いですけれども、まあそんな感じでねやっていきましょうか。よいしょ。まあ帰っていきましょう。何かねあのコメントしたい方いましたらぜひぜひ、あの僕が一人で喋ると本当にね寂しくなってちょっと悲しくなってくるので、もし何かありましたらぜひぜひお願いいたしますと。ね、この放送は一応ですね、僕がデッサンが好きなので、まあ、そのデッサンにまつわる質問とか、あとなんで僕がデッサンを知ったかというと、まあ、芸大に行くためですので、まあ、その芸大について何かこういう質問ありますとか、そういう方もねぜひぜひ質問していってくださいな。で一応ね今日はあの自分のおすすめの料理店とペットとといろいろなんか話題もありますので、まああのここの店超美味しいんすよみたいなのがあったらぜひコメントください。あとね、私のこのペットすごい可愛いのよみたいな、そういうコメントもすごい楽しみにしてますので、ほんと犬とかね飼ってる人、俺なんか犬飼ってる人の話聞いたんだけど、犬の絵は売れねえぞと。え、なんでっつったら、それはうちのペットが一番可愛いから、お前の適当な生き物の絵なんて欲しくねえんだよみたいなこと言われたので、その犬飼ってる人ってそんななのみたいな感じで思っちゃったんだけど、まあ、もしねそういうペットあるあるとかありましたらぜひぜひお願いいたします。ちなみにね、僕のペットあるあるなんだけど、あのカメ飼ってたんだけど、カメ大体水槽から逃げる説あるよ、うん、もう毎回俺脱走してた。でいつもカメの苦手な姉のところで見つかるのよ。もうそれで姉がねもう毎回悲鳴あげんの、あーみたいな朝とか。俺それで結構起きれたところもあったけど、何姉ちゃんあんたカメがこんなとこいいんだけどみたいな、みたいな、カメ見つからないと思ったんだよねじゃねえよバカ野郎みたいな感じ言われたんですけど、まあ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 、まあ、そういうこともありました。まあでも本当にね、俺はカメのおかげでね命の尊さというものをまあ学んだので、本当にカメちゃんには申し訳ないことをしたなという感じですね。本当に黒歴史、本当の黒歴史だと思う。まあなんかね、うまい店、あとカメじゃねえわ、ペットとか、なんかあったらお願いいたします。今ランチかな。おー、もう11時半やん、早っ。え、ってことはもう1時間ちょっと過ぎてんの。あ、1時間がもうすぐで、あ、まあこんな感じですね。まあ今日はね、そこまで鱗激しい構図じゃないので、まあ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 、多分そこまで時間かかんないかなとも見つつ書いております。まあ、何か質問あったらね、ぞひぞし言ってくださいね。一応、私、お、稲吉くん、ペットあるある。一人暮らしでペット飼い出したら恋人ができない。確かに。よく言うよね、それ。俺もそんな気がしなくもないというか、芸能人の人とかよく言わないですよ。ペット飼い出したら結婚できないです。みたいな、そういう感じのよく聞くけど、なんかありそうだね。確かにペットね可愛いんだよねと言いつつ俺は飼ってないけど、そんな気はする。ペット溺愛してる人多いし、芸大本当にねペット飼ってる人多いんすよ。そうそうそう、だからやっぱりそういうのあるんじゃないかなと俺は思ってたりしてますというような感じです。よいしょ。スポテッド側の奥のヒレ書くの忘れてた。
うっしょ。まあね、ペットね、飼ってみたいのもある。まあ特に古代魚はね、飼ってみたいような気がするけど、こんなに飼いてるし。だけどね、やっぱ古代魚はちょっとお金がね、結構かさんじゃうから難しいなぁとも思ってます。こればっかりはね、どうしても。よいしょ。そうね、ペットね。可愛いんだけどね、すごく。そう、亀の一件以来俺はもうペット一生飼わないと心に決めてるんですよ。なんかめっちゃ瓶の音すんな。よし。太陽の光で溶けました。え？え？夏に石亀を外でプラスチックの入れ物で買っていたら入れ物が溶けて切れ目から逃げちゃいました。太陽の光で溶けました。なるほど。猫たちが毎晩走り回って、うわー幸せじゃん春菜さん、めっちゃ幸せ。ひまわりさん、ちょっとこれかわいそうだね。あれか、ペットのケージが太陽光で溶けちゃった。すごいな、夏だねそれ絶対。うわ、つか冬に外で飼ってたら拷問だもんね、亀にとっちゃね、うん、冬に外で水の水槽入れてるってちょっと地獄だね。確かに確かに。いいなぁ。猫たちって春菜さん何匹ぐらい飼ってんすか？すごい気になる。猫たちってことは絶対1匹だけじゃない。わぁ、でもいっぱいあったら、いっぱいいたら結構大変そうだけど、どうなんだろう。飼うのやっぱ大変っすか？猫とかいっぱいいると。もう可愛いが飼っちゃうのかな？俺の周り犬通が多いからさ。犬はやっぱ散歩しなきゃいかんからあれだよね、結構大変だよね。でも猫は散歩しなくていいよね確か。うん、そう、俺初めて知ったのよ前。なんか犬って散歩するために、ションベンとかうんちとかするために散歩するんだね。だから散歩するときとかオスとかさ、なんかもう歩いてすぐなんか電柱見つけておしっこすんじゃん。俺それ知らなかった、ペット飼ったことなかったから。そうそうそう、あーそうなんだっての気づいた。3匹です。犬も1匹います。すげえ、すげえ春菜さん、なんかもう猫カフェじゃん。なんか春菜さん家来てえな、なんか撮影したい、写真データ用に。俺一回ね猫カフェとか行ったんすよ、日々のそのドローイング用の猫たちを撮影しにね、猫カフェに行ったことあります。なんか今度フクロウカフェとかオウムカフェとかにも行きたい。やっぱその写真のね、なんかこうゲッチュに行きたいよね。やっぱね自分の写真じゃないとやっぱ、ね、ちょっと著作権グレーだからね、引っかかりそうじゃん。そうで、やっぱ芸祭とかでも売りたいし、まあ一応メルカリでも売ってんだけど、まあね、芸祭で言った方がやっぱ、俺としてもなんか配送とかめんどくせえし。そう。売りたいんだよね。だからどうしてもこう著作権に引っかからないような絵をね、やりたいので、できればね、そういうネットからやってきたののオマージュってよりかは、まあ写真の状態も自分の好きなようにか撮れるから、やっぱり自分のね、撮影でやりたいなっていう気持ちはすごい強いから、そうね、できれば、自分で撮りたいねと思っています。かわいいな、かわいいよねペットね。俺もね本当に周り犬好きとか猫好きいっぱいいてさ、最初俺もペットは飼うの、動物愛護団体が黙ってないんだけどみたいな感じぐらいちょっと否定的だったんだけど、今もなんか犬ペットあーかわいいみたいな感じになっちゃいました。やっぱ環境が人を変えるとは言うけど本当そうだなって思っちゃったね。ほんと環境の力恐ろしいですよ。もう、まあさすがにね、俺、周り結構ね、芸大の人タバコ吸う人多いんだけど、タバコはさすがにやんなかったかな。そう、もう周りのやつにも言ってるし、お前タバコなんて吸って100があって一理なしだけどどうなのみたいな。もう言っちゃってます。タバコに関してはもう絶対に俺は吸わないと心に決めてるんですけど、まあ、結構昔の人とかよく吸うよね、タバコね。
俺もよく吸ってたみたいなことは言わないけど、まあ俺の父親とかも昔は吸ってたみたいだし、まあ、今は吸ってないんだけど、昔は吸ってたみたいって俺の親父の今を知ってる人いないからねYouTube 上にいないから昔はってなんだよって、俺の親父の話したの誰も知らないよって話だけど、まあ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 そこは置いといて、よし。いやー猫いいね、可愛いよなやっぱペットはと俺は思っている。まあ亀をね殺してしまった男なんで何とも言えないんですけど、亀すけー、そう親父も結構適当だったからさ、まあその亀すけ結構成長させてみんなで食うんだろうみたいなことめちゃくちゃ抜かしててうざけんなみたいな思ってたけど、懐かしい。いやもう本当にもうペットは飼えるね、飼えないっす僕はもうもはや。だからやっぱりなんかこう律儀に毎日めでてこう餌もちゃんとあげて散歩もちゃんと行くような人たちやっぱ素晴らしいなって感じですね。うん、そう、そういえばそう亀飼う時になんか家族連れの人たちが来てて、子供がすげえ犬飼いたいっつってて、まずは亀飼えたらいいわよみたいなこと言ってたの思い出したわ。それどうなのと思ったけど、まあね犬ちょっとねこう放棄しちゃうとなんか犯罪になっちゃうからね、犬とかはその育児法じゃねえや、その愛情ペット愛情みたいな、そんななんかそういう条例なかったの、ペット愛情みたいななかったっけ、ないか、すいませんでした。まあまあまあ、よしポシポシ書いていくぞ、ポシポシ書いていく。これが俺のスポテッドガーやがかっこいいんですよ。ワニみたいな面してるんですけどめちゃくちゃかっこいいんですよね。この良さを分かっていただける人いるかな、スポテッドガー。そう、ほんとワニがちょっとちっちゃい感じで泳いでる。なんかね俺そんなでっかい生き物よりもなんかこう手元の規模感で生きてる生き物がすごい好きで、カエルとかさ、そっちぐらい。魚もさ言うて手元の規模感で買えるくらいの大きさのものがほぼじゃん。なんかねそういうなんか箱庭感みたいなものも好きなんだよね。何なんだろうこれは、どこから来てんだろうなこの趣味は。もう箱庭感がすごい好きなんですよこれ。なんか箱庭感はすごい日本人の独特な感性な気もするけど、結構盆栽文化だったりすると思うんだけどさ、箱庭感好きなんですよ。ちなみにあの箱庭マリオもめっちゃ好きです。あのスーパーマリオ64とかねめちゃくちゃやってたからね。またゲームの話になっちゃった。俺まあまあまあゲーム好きなんですよ。まあまあね最近あんまゲーム、あー追い盛りしてるわ。追い盛りじゃねえよ、あつ盛りはするけど、あつ盛り以外そんなしないからさ。あブレスオブワイルドもしました。俺めっちゃしとるやんゲーム。ブレスオブザワイルドめっちゃ面白いよあのゲーム。ブレワイめっちゃおもろいんですよ。そうブレワイもね生き物馬乗れるからね。そうブレワイ馬乗れるから面白いわ。亀買った理由は家の庭に亀が卵産んだからです。すげえひまわりさん、家の庭に亀が卵産んだって。その亀どこから来たとよ。川から来て家に来たのか。まあすごいなひまわりさんち。でもなんか下手したらひまわりもなんか野生ので咲いてそうだもんなって、何の話やんって感じだけど、野生のひまわりも咲いてそうやしな。すげえわ、いいな。なんかそういうのすげえ憧れちゃうな俺。家に亀が卵産んでか、そう考えればなんかまあね野生に帰ったって思えばいいよね。うん、死ぬより全然いいよって気がした。すげえな、家に卵産んだってすげえな、面白い。家に卵産むすごいな、そういう家行ってみたいわ。すごい、すっげえ面白そうじゃん。家に卵産んだんですってすごいよね。
んちで勝手に出産すんなよって感じだけど。よし、まあだいぶ進んできたね。まあアロワネに比べれば閣僚もそこまで多くないし、まあまあって感じ。よし、いやー難しい。さあ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 、どうかね。スポテッドのガーになってきたかな。お、成長したら話すつもりだったんで、ああよかったじゃん。お、赤赤さんこんばんは。小陽先生先生なんておこがましい。でさ、おすすめの本って何かありますか。うちのね、今ドバタの先生っちゃけど、まあね、俺のニック機ドバタだった。今ドバタもね、あの俺のニック機とは言ってるけど、俺の風評被害でなんか受講者減るのも嫌だからあるんですけど、あのドバタの先生がね出してるなんかデッサンの本があるんですよ。あの田代さんが出してるね本があって、それはねなんか結構俺の知り合いとかもデッサン参加してて、結構まあ俺個人的に好きな本です。結構ね、ドバタから出してる、なんかね、焦げ茶と、焦げ茶色と、黄色のでっかい本があるんだけど、あれは結構おすすめな気がするな。結構書いてる人もうまいし、うん、いいと思います。それは結構おすすめ。ドバタの先生監修のやつは、俺は結構受験中はよく見たりもしてましたね。そう、結構面白いっす。あー、この人書いてるとかもわかるし、まあ、昔のやつはね、結構こう 雑と言ったらあれだけど、まあ雑なんですよ。デッサンも結構雑に終わっちゃってるの多いんで、割とまあ2006年とかぐらいの方がいいっす、まだ。結構デッサンの本って昔に結構多く流行ってるから、結構昔のやつ多いんだよね。恋する石膏像とか結構昔だけど、割と最近のやつの方が俺はおすすめですね。そうそうそう、そんな感じでーす。ドバタもね、すごい楽しい雰囲気で予備校やってるから、うん、やっぱ浪人生にはね、すごい人気があるよね。そうそうそう。まあ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 。よいしょ、書いていきます。書く書く書く。キック書く書く。書く。っていうのね、うちの先生がよくやってた。違うの、ああちょっと違うな本当に。キック格闘区、勉強はどれぐらいしてましたか。うん、勉強はね、春菜さん、そんなに俺は、まあ毎日の予備校に行く電車の中で単語見るくらいでしたね。英語単語見て、で休みの日にちょろっとまあ2時間くらいやってたかな、2学期から。で直前はまあまあ過去問解きましたね、僕は。うん、結構過去問解いたかも。だからもう三浪もしたけんさ、もうほぼほぼ過去問の答え知っちゃったな。うん。って感じです。そうそう、参考書も何週かしたしね、結局。でも本気でやってたのは本当に1ヶ月前くらいで、他は全然やってないっすね。最後、まあ一応やったってか形ぐらいで、そんなに真面目に勉強はやってなかったかも。まあ人それぞれだと思います。まああの実技の方が見る比重は高いので、まあ本当に自分の
なんだろう、実技をやった方が今の時間的にはいいのか、まあなんか集中力も切れたから勉強した方がいいかなとかは、なんかその時々で考えた方がいいかな。まあでもね、美術で集中力切れたって時に次勉強するかっていう気持ちにはなんないよね単純に。まあまあそこはまあ人それぞれだとは思うんですけど。よいしょ。まあ草原感じでございます。ちょっと模様が多いですね。まあ模様はしっかり描いた方がいいです。立体感とかあんま気にせずに描いちゃってもいいかな。よっしゃ、だいぶ来た気がするな。まあこの辺もねしっかり描いたら大人だよね。うん、よし、こげん感じでだいたい描いてきたかな。ちょっと集中しすぎちゃったな。まあなんかね、話したいことあったらぜひぜひお願いいたしますといった感じです。よし、ちょっと定着をさせつつ描いていきます。鉛筆どれくらい、勉強どれ、あ、これあれか、さっきのやつだったな。オッケー。この辺はこう。いやーね、もうこう勉強で思い出したけど、もうセンターも変わっちゃうからね。どうなるんでしょうね、センター。気になる。コロナだし、なんかセンターと関係は全然ないかもしれんが、何か影響があったら嫌だね。なんかあったりすんのかなわかんないけど。よし、あーごめんね、ここだね、ここ。お、要望で申し訳ないんですが、Twitter 等での今日の配信するみたいなとか、YouTube 配信開始の宣伝みたいなしてもらえるとありがたい。確かに。そうだね。ちょっとそれは早急に対応します。そしたら、今日はライブしますとかちゃんとやった方がいいね。そう。逆にやんないときはやんないって言った方がいいね。確かに Twitter の告知はやった方がいいな。やります。そしたらちょっと忘れるかもしれないですけど、できるだけやります。確かにそれがないとファンの人たちは本当に運になっちゃうもんね。まあ大体毎回この時間にはやってんだけど、やらない時はね、どうしても野暮用でね、そうある時もあるけど、でできるだけやるようにはしたいんで、そうっすね、やります。そしたらそれは、うん、よいしょ。うん、コーヒーうまい。そう、今コーヒー飲んでんだけど、やっぱコーヒーうまいね。よし、よいしょ。
よいしょ、ありがとうございます。あ、どうも。いや本当に、いや提案してくれてありがとうございます。嬉しいです。やっぱ自分抜けてることが多いからね、そうできるだけやっていくようにしたいですね、やっぱそういうのも。うん、やっぱ思いますよ、こんなね、こういきなりライブしてみたいな感じで見る人なかなかね難しいし、本当に応援いつもしてくださってる方に本当に感謝しております。よいしょ、もうちょいこっち書かなきゃな。大丈夫な、 OK。 ちょっとね端っこがすごい書きにくいんですよ。よし、よし、まあ、こんな感じでちょっと背景でね、ちょっと存在感を際立たせつつ描いていきたいと思います。でちゃんとあの際だけをこう塗るんじゃなくて、この辺暗くしてからこういう風に流れていくような、なんかこういう黒の流れみたいなのがあると背景はね結構決まりやすかったりしますよ。うん、結構夜のビルとか見てもらえるとね結構わかりやすいんだけど、俺はね結構新宿の夜をよく見てたので、あのビル の, あの変わり目でその背景と の, そのビルの当たり方結構変わるんですよね。そういうのとは見るの結構面白いかも。光面はね結構ビルの方が暗くなっちゃってて背景の方が明るかったりするけど、あの逆にあの影側はねビルの影の方が濃かったりして、結構そこは面白い対比になったりしてます。すげえマニアックな話しちゃったね。まあ、そういうのでね、やっぱ背景はいろいろ工夫すると面白いっすね。最近はね、ちょっと背景も描き始めて、もう少しね、そのデッサン の, その存在というものみたいなものをちょっと出していって、それをリアリティにつなげていきたいと思ってるんで、やっぱりね、絵は背景でワンセットなんで、まあ、あとなんか風景画とかも描いていきたいなと思ってるんで、そう、まあ、ただの野望ですけどね。なかなか風景画描いたことなかったんで、まあなんかライブで、まあうまくなったら、練習でうまくなったらライブでも披露していきたいなと思います。結構ね、風景画は描く量が多いから結構難しい。よし、ああもう12時か、早いな。まあでもまあ言うて1時間か。よし、本当に皆さん今日も見ていただきありがとうございます。もうちょっとでね、いい節目までいけそうっすね。よいしょ、スポテッドがワニみたいなね魚だけど、やっぱ古代魚の形ってすごいいいんだよね。うん、俺は結構好きで飼ってはないけど、本当になんか太古のね感じをすごいね感じるフォルムしてるんだよな。こんな形の魚とかな、めったにいないからさ、そうなんかこの感じが好きです。であと古代のすごいさ恐竜っぽさ感じるんだけど、すごいねなんかこうミニマルな感じだから、なんか恐竜がなんか手のひらサイズみたいな、そんな感じの感覚が、これもなんかね俺のその箱庭的な美みたいなものをドリンクしちゃって、すごいそういうのもあって好きなんですよ。魚ってなんかこう上から見るとなんか宙を舞ってるような感じ、すごい神々しいんだよね。そういうのも込みでね結構好きです。そうなんかねロマン感じちゃうんだよな。なんでね俺が生物学が好きかっていうと、ちゃんとさそこはフィクションじゃなくて歴史とした事実があるのが好きなんだよね多分。うん、そう事実があるってのが好きなの、すごい確実性があるんだよ。そこにねまた美を感じると思う俺は。そこなんだよね。すげえなんか変な話しちゃったけど、そう結構さ俺不思議だなって思うの、みんな嘘嫌うけどさ、みんな嘘も好きだよねみんな嘘嫌いなんだけど、嘘をね嘘に結構熱狂しない？だってドラマ何話がすごかったとかさ、あんなん嘘じゃんただの。
だけどみんな好き、俺も好きだし、ストーリーとかもさ、お話とかもさ、俺ゲームとかすっげえ不思議だなって思うのが、ゲームさ、なんかまあやるじゃん、ゲームやるじゃん。で俺なんかやり込みとかはあんまり嫌いなんだ、嫌い好きなんだ、本当に好きなゲームは好きなんだけど、結局ゲームってさ、ストーリーが終わるまでしっかりやるじゃん。やばい人もいるか。なんかそこが節目じゃん。なんでさ、その節目を感じるんだろうね。だってストーリーなんてさ、ただのフィクションに過ぎないのに、なんでそれをなんか楽しいと捉えるんだろうなってのは、最近になって本当に不思議になった。うん。ただの嘘に熱狂してるってことを考えたら不思議だよなと思って。うん、まあそんな話です。よいしょ。絵の嘘が一番大好きいいこと言う。絵の嘘が一番大好きそう、絵は、絵描く人みんな嘘つきだよ嘘つきか、嘘を本当にする仕事かもしんねえね。そう、もしかしたらね。いやー、なんかキザなこと言っちゃったかなそうそうそう、そうだからね、いいよね、そういうの好きです。まあ、でも絵の力ってすごいものがあるよね。なんか言葉では伝わらないものをやっぱ伝えるコンテンツじゃん。うん、まあ至極当たり前のことを言ったけど、やっぱ言葉では何だろう、説明しきれないものってまあ多少あるし、まああの何て言うんだろうな、感動ポイントみたいな絶対違うと思うんだよね、言葉とは。やっぱ絵とかってさ、そういうのがすごいいいよね。その言葉では伝わらない肌感とかさ、あと何、空気感みたいなもんをなんか伝えることができるじゃん、上手い人って。別にそれはさ、リアルな絵じゃないよね、しても、なんかそういう下手な絵でもさ、そういう雰囲気が伝わる絵ってのがあるじゃん。そういうのがね、やっぱ絵として素晴らしいねとは思う。伝わるものがある、まあ、ちょっとデザイン寄りかもしれんが、伝えること、それがね、美しいことってよりも伝わることが俺は結構大事だと思う。結局ね、絵とか彫刻とかも結局何のためのツールかって言ったら、人と人を結びつけるためのツールでしかね、まあ今のところはないと考えていて、そうそう、結局なんか古生物の作品を作ったとしても、古生物好きの人たちとつながるみたいな、そんな感じでしょ大体。結局なんか人に、人のつながりをやっぱり大事にしていくわけじゃないって思って、やっぱそう考えるとね、うん、美術もその一翼を担ってるんだなと思いつつ、日々を過ごしておりますね。よいしょ。まあこんな感じで、よいしょ、よし。お、特に子供とか狭い世界観の人たちの世界観を広げられる絵とかアニメはすごい大事だと思う。ほんとそう思う。確かにすごいいいこと言ってる。俺もそう思います。確かにな、世界観を広げる、あーそっか、そういうのもになってるのか。確かに確かに、あー素晴らしいね、素晴らしいことを聞きました。確かに世界観とかその価値観とかを広げる、そういう作品とかってのはすごいいいね。素晴らしいな。確かにそうだ、作品の存在意義もなんかそこにある気がしますね。なるほど、確かにそれはあるかも。まあ僕もこういうのをね見て、みんな絵を好きになってもらえるというか、こういうのが好きな人もきっといるはずだからね。逆にこれ見てすげえと思ったら、なんかそれにハマってくれるのもいいし、確かに俺もなんかそういう
なんだろう、鉛筆でさ超リアルに描く人とかいるじゃん。俺なんかそれの動画見て目覚めたし、こんなに鉛筆で描けんのすげえみたいな。多分入りはそこだったと思うんだよな、デッサンの入りって。で受験の絵を見て、こんなこと大したことないっす、 YouTube のあいつに比べたらみたいな、そんな感じで始めた。そういうのがやっぱね俺の始まりだったかな。それで恐竜描けたらなんて楽しいんだろうなとか思ったりもしたし、今の状態だね。やっぱデッサンはねいいよね。デッサンがねやっぱりリアルに物を作ったり観察の基礎になっていくもんだから、大事にしたいね。まあ、何かね、そうなんですよ。皆さんも絵をどんどん描いていきましょう。ちょっと今日はね画面つか画像シェアできなくて申し訳ないです。確かに俺と一緒になんかできるといいよなデッサンとかで、なんかみんなで見せ合ったりね。まあ俺の終わった時間でみんなを強制終了させちゃうけど、まあ僕のデッサンを見て、まあ自分のデッサン見て、今日は小夜さんに勝ったとかそういうのを思っていただけるだけですげえ面白いなと思うし、逆に俺も負けるつもりはないんで、そう、まあこの人はこういう観察するんだなとか、あここ書くといいんだなとか、そういうのをね思っていただけるだけでかなり伸びると思います。つか俺のコンテンツだけやってデッサンマジで上手くなりましたとか聞きたいな、すごい。聞きたい。まあ色彩とかもね俺時々やるけど、それもまあみんなでやったりとかして、小夜さんのおかげで芸大受かりましたとかマジ聞きてえわ、マジでってなっちゃうけど、まあ、小夜さんのおかげでなんか上手いなるきっかけをつかめましたとかだとすごい嬉しいけど、そういうのがやっぱなんかね人のためになったなと思ってやっぱ嬉しいものがありますね。ちょっとタッチが気になる、タッチが気になる。そう、まあとりあえずね6月に僕の、NHK 金曜日のソロたちが放送されるので、ぜひぜひ見てもらいたい。そう、それがねちょうど一昨日収録だったのよ。収録っつうか撮影で、その時アロワナ書いたんです。前代未聞の長時間放送の回です。そう、あの回がね超長くなっちゃってさ、そう、前代未聞のロングロング収録でした。自分でもこんなに書くことねえだろみたいな、こんな長い時間。まあデッサンとかね本番っつうの、芸大の試験ではあるけど、こんなのライブでやったことないなみたいなぐらいのレベルでしたね本当に。いや本当あの時はね、まあ金曜日か土曜日だったけど、土曜日かな、本当に最後までね放送付き合っていただいた方本当にありがとうございました。もう皆さんのね見てくれる力のおかげで俺も最後まで頑張れたん でその後はねフィギュアの塗装頑張ったんだけど無理だった。難しいねフィギュアの塗装は。よし、スポテツをどんどん書いていきましょう。よし、まあこんな感じでね、じゃあきちゃきと書いていきましょう。でここが一番強い黒がたまるとこと設定してます。よし、こんな感じです。だいぶなんかこうどう手前に出てきたんじゃないかな。存在感みたいな出てきたかな。よし、
アニメってね、本当日本のアニメってもうアートになってるよね。すごい、俺はそう思います。やっぱなんか伝えたいこととかもさ、アニメだとすごい伝わりやすいじゃん。もう美術よりもなんか日本はね、なんかアートが進まなかった理由アニメにある気がするんだよな。で、あの有名な作家さんも言ってました。そう、俺もそれ読んで、あ、確かにと思って、俺もそう思いますっていうね、ちょっとただの意見のまたがりだけど、別にそれが悪いってことじゃないし、なんかだからアニメの力っつうか、それをアートになんかこう広めたいみたいな人がいてさ、そうそう、確かになーって思って、すげえ一理あるわーって思って、ちょっと俺その人好きになりました。ね、今考えてることは違ってるかもしんないけど、よしと、まあそんな感じでございます。よいしょ、ダダダザザザザザザ、鉛筆でこの大きな面を塗るのは結構鬼畜の所業、所業。本当に写真と同じぐらいの絵が描けるようになってる人たちを見て、その技への敬意もすごく湧くけど、もし写真と変わらないクオリティだった時、どうせなら絵にしかできない表現とか嘘とかできるようになりたいなとか、なりたいですよね。確かにね、絵にしかできない表現とか、確かにそう思う。なんかデッサンのね、まあ言うて写真とは違うからさ、そう、なんか俺も言うて写真模写だけど、だけどなんか写真にはない、まあそう言ってやつほどね、写真ほどリアルに描けないやつが多いんだけど、なんかね、そういうのも超越して上手くなりたいなとは思う。写真には、意外と写真ってこうそこまでこうリアルな感じにできなかったりもする時もあるし、よし、よし、ちょっとなんかね、ゴリッとこう浮いてるような感じで描きたいよね。今日はその腹積もりです。ゴリッとこう浮いてるように描いてあげたい、このスポテッドグルー、スポテッドグルー、そんぐらいの腹積もりでいきます。うん、いやー、 2H が折れた。珍しい、 2H が折れるのはちょっと俺はなえる。よし、まあ結構リアリティはね、その光の感じでも変わってくるし、わしゃわしゃわしゃ、まあ焦げな感じですよ、焦げなっつって。よし、そうね、シュレッドにこう黒ためすぎるとどうしてもベタ付きに見えちゃうんで、なるべくこう黒を拡散させたいよね。
この人がビチーってなってるでしょ。そう、サイドは低くてもこういうビチーとなってしまうとこうゴリッとした空間が出にくいってなっちゃうんで、それをこう拡散してあげることが結構こういう背景を描くときは大事かな。そのね、黒にもこう流れがあるような感じ、ね、でやってみるとすごいっぽいかなと思います。よし、まあこんな感じです。お、偏見で申し訳ないんですが、美大生の方って夜型が多いですか？小遊さんは夜型と言ってましたが、他の方どうなんでしょう？まあいろんな人がいると思います。夜もいるし朝もいるしって感じかな、うん、と思いますけどね。まあなんか 俺はほんとフクロウみたいな人間なんで、ほんとね夜バーッかやっちゃうんでね、朝は寝るみたいな、なんかね人と同じ時間努力するのが嫌だみたいな、そういうちょっとねひねくれたとこあるんですよ。人と同じ時間に努力するのが嫌だみたいな、人が努力しないような時間に努力するのが好きみたいな、そういうバカみたいな超非効率の男なんですよね。それがねやっぱ自分の寿命を縮めてるような気もしなくもないというか、まあそんなところかな。今日 Amazon でデッサン道具をいろいろ揃えたので、明日今日小夜先生、いや先生おこがましいです、小夜さんの動画見て初デッサンやってみたいと思います。おーよ、嬉しい、すっげー嬉しい、それすっげー嬉しいわ。いやもうぜひやりましょう。でね、デッサンのこの奥深さというか、あのデッサン本当あの言う人だとあの人生を学べるというツールらしいんで、ぜひ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 学びましょう。面白いっす、デッサンはめちゃくちゃ面白い、本当に面白い。なんかね、本当ね、人間を学べる場所です。失敗とは何か、デッサンが教えてくれます、すべては。そう。なんかそういう動画作ろうかな。人生のすべてはデッサンから教わったみたいな、それ書籍化できるわ。人生で大事なことはデッサンで教わったっつって。なんか某マクドナルドの人の真似って感じっすけど。そうね。本当教わったよ。なんか困難な場所でしか学べないとこ俺は思ってたんだけど、何？なんかさ、俺結構苦労ファーストなところがあって、苦労したこすなんかすればするほどなんかその自信みたいなのになってたんだけど、別にねそういうわけでもないというか、デッサンはね本当に学ぶツールでもあると思うんだな。そのデッサン、まあ前も毎回言ってっけど、あの例えばここが違うなって時に、そこだけがね理由じゃないんですよね。いろんなところが原因で、あの絵の印象が違ってたり原因あったりするんだけど、そこにねいかに客観的な視点で気づけるかっていうところはデッサンで学べますといったところですかね。本当にね、大事な人生で大事なことはデッサンから教わったっていうぐらい、すごいデッサンはあの奥深いものなので、ぜひぜひ皆さん咀嚼して味わってみてください、デッサンを。そう、デッサン楽しくやるといいよね。楽しく受験とかって考えちゃうとね、どうしてもこう重く捉えちゃうけど、受験とか関係なくこうとりあえず書いてみましょうみたいな感じでやればね、きっとデッサンは楽しく、そして人生を学ぶねメソッドですので、僕もデッサンからいろんなことを教わりましたし、ある人が言ってたけど、実践デッサンが上手くなれば人間力も上がるみたいなこと言ってた。そう、本当に俺もね丸くなったよ。そう、お、皆さんこんにちは、声のデッサン教室、室長の声です。これお決まりのやつにしましょう。声のデッサンアトリエデッサン教室の室長、室長っつか室長俺しかいねえよ。部屋に俺しかいねえよ。あのそれマジやるか分かんないですけど、いいね、面白いねそれ。あ、ありかもそれ。みんなどう思う？声のデッサン教室どうもーみたいな、声のデッサン、声のアトリエデッサン教室の室長声ですみたいな感じ、なんか略して声、あの室長の声ですってなりそうだね。
コーナートレ室長デッサン教室ちょっと長いかも。コーナーデッサン、コーナートレ室長の声ですぐらいがいいかもしれない。え、みんなどうかな、どう思う、ありだと思う。そう、え、意外と犬主くんすげえ俺は気になりました。いいかもそれ。なんかね、皆さんこんにちは声ですってなんかありきたりで面白くねえなって思ってて、そう、 YouTuber っぽいけどね、すごい。なんか決まり文句作りたいなと思って、犬主くんありがとう、それすごいありかもしんない。まあ嫌だっていう人もいるかもしんないね。まあ、ちょっとあのいろんな動画でもやっていこう。あ、やっていくか、とりあえずなんか試しにやってみようかな。とりあえずね、あの批判も批判じゃないのも、うん、なんかとりあえず取り入れてみてってのありだよね。小夜さんはリスナーとのデッサンを見せ合いの場を設けるとしたらディスコードとかおすすめなんですけど、何か予定とかありますか。いや全然ないけど。ディスコード、へえ、ちょっと調べてみよう。ディスコードね、ディスコード、へえ、それ本当に調べてみよう。あ、ここにディスコードって書いておきます。ディスコード、はい、ディスコード書きました。ちょっと見てみます。そしたら、そういうのがあるんだ、見てみよう。ディスコード、うん、普通に気になった、ありがとうございます。本当になんかみんなの方が俺よりよく知ってるいや、ありがたいわ。赤赤さん本当ありがとうございます。ディスさんの見せっこしたいよね。そう、まあ俺が偉そうに語るのも嫌だけど、まあ、絵画教室であんまり公表するの嫌ですっていう人もいるから、あんまり偉そうに語るのはやめとくけど、でもなんかスクールを作るってすごい大事だよね。なんかいろいろ自分たちとなんか価値観をシェアできてすげえ楽しいし、うん、なんかいろんな人の考え知れるしな、それはすごい好きです。デッサンを盛り上げたい。デッサンは受験のためのものじゃねえんだよってことをね、広めたい。うん、デッサンは素晴らしいものなんだよ。鉛筆が、うん、なんか新しいそういうの作ってみたいね。デッサン、高次元デッサンね、高次元デッサン、うん、なんていう名前がいいかな。素描、素描っつうとあれだけど、デッサンをもう作品にね昇華させたいね。うん、そうだね、なんか最近そう思い始めてきちゃったな。デッサンを作品に、なんか一つ作ってみようかな、試しに。もうなんか2週間とかさ、3週間とかかけてなんか鉛筆で絵を一つ作るみたいなさ、面白そうじゃね。本気で描いてみた鉛筆がみたいな、それもがっつり学装してさ、でちゃんとさ水張りしてマチエルとかめっちゃやったりとかしつつ、まあベーサーデッサンみたいな感じでさ、すごいいい気がする。挨拶だったら自分の立場というかスキルが分かるようなものを混ぜてみてかもいいかもしれない。どうぞメンタリストの DAIGO ですとか。自分の立場、あー、なるほどな。メンタリスト DAIGO ね、うん、メンタリスト DAIGO 俺結構見てたし、どうもメンタリストの DAIGO でございます。まあこんな挨拶の仕方じゃないけどね、 DAIGO さん、あの人めちゃくちゃ喋んの早いんだよね。オーディオブック 5倍とか言ってたよ。化け物だろみたいな。もはやもう多言語で聞こえるわみたいな感じだよね。大悟さん5倍速で聞くんすか、じゃねえよって感じで。そこで中田さんとね、あの大悟さんが対談した動画があって、俺結構それ好きでさ、見る機会がよくあるんだけど、ああいう人たちのなんか話聞くとなんか
going my way な感じもするし、すごいなんかやる気が出てくる、うん、こうなんかくじけそうになってもね、この人たちもで、この人たちが真面目にやってて俺が真面目にやんなかったら売れねえよみたいな感じで思えてきて、じゃあ頑張ろう毎日みたいな感じで思っちゃう。毎日更新できないけどね、なかなか。でも今春休みで、そうコロナの影響もあってだいぶね伸びちゃったから、なんかこれを機にいけるなとも思ってんだけど、卒生もなんかこう卒生ができるまでみたいな動画作ろうと思うから、みんな見てね、卒生前くらいにこう上げられたらいいな。そうね、自分の代表作みたいなものが一つできるといいよねと思ってて、まあ自画像もその一つにしたいけど、オッケー。友達の顔デッサンで描いたらうまくねえなって言われたので、ギャフンと言わせるためにデッサン頑張ります。ぜひ頑張ってください。顔とか難しいからな、どうしても。なんかアニメのデフォルメすげえうまいと思って、で鼻と目と口しか描かないけど、あのさ情報量、まあ単純だけど、あの情報量の順番、なんつうの、情報絵を見た時にあの情報が目から入ってくるでしょ。でその時にその順番があるじゃん、目が見えて口が見えて鼻が見えてみたいな、まあ、そういう順番があるわけだよね。でそうなった時にそのデッサンでさ、あのシワとか描いちゃうでしょ、肌の質感とかシワとか描いた時に、目とか鼻とかよりまずシワが見えちゃうと、そのパッと見の印象からどんどんずれていくわけだよね。そうすると逆にシワとかが目立っちゃって、ちょっとおばあちゃんっぽい感じになっちゃうわけよ。だからってシワを描かなくなったらリアリティになんないでしょ。でその時に大事になってくるのは、その見えてくる順番をしっかり守るためにちゃんとこう描いていくってことが大事なんだよね。そうで、例えばこのスポテッドガーだったとしても、このスポテッドガーはどこが一番この見えるかってなった時に、まあ、この辺が一番見えてくるわけだよね。だからこの辺は一生懸命描くけど、まあ、この辺は一生懸命描かなければ、まあ、見る順序はこうなんだろうな、こう整えられるけど、でも逆に描かなかったら描かなかったでまずいじゃん。だから描かなきゃいけないんだけど、じゃあどういう風に描くかって言ったら、ここが奥に行ってるように描いてあげることが大事。まあ、それは奥に行け奥に行けって言ってこすって表情を減らすってことじゃなくて、表情は描くけど奥に行ってるような表情になっていくように描くみたいなのが結構大事だったりするわけだよね。そういうのはね、ちょっと意識しながらやっていけるとまた上手くなっていくと思います。まあ、こういうね、柄物だったら結構柄いっぱい描けばいいんだけど、絵を柄がない石膏像とか、ただのこう単純なものだったりすると、こういう、なんだろうな、こう形を感じながらね、こうストロークで描いていく練習がどんどん必要になっていくから、そういうのもね、俺もこう取り入れてやっていこうと思ってて、そう、え、デイさんでこう綺麗に描くだけじゃないからね。こう、まあ綺麗なトーンも意識しつつ、こういう風にこう有機的な形で、どん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 そのガーの形、顔の形とかをどんどんこう抑えていくことがかなり大事になってくるんだよね。そうだよねって、なんかあれみたいな、ね、なんか都市伝のさ、よくいるじゃん。なんだっけ、あの人の名前。そうってことだよねみたいな、そういうのあの人なんて言うんだっけ、名前。忘れちゃった。やりすぎ工事によく出てくる。それがあれ、フリーメイソンってことだよねっていう人。なんだっけ、あの人めちゃくちゃ俺好きで、あのすげえ鼻につく喋り方がすげえ好きです。よいしょ、よし、こんな感じかな。だいぶなんか立体的になったな。僕は現在進行形で見てます。大悟さん、さっき杉応答配信でスパチャ2000投げても運悪く拾ってもらえませんでした。いい、スパチャね、確かに。まああんぐらい有名になるとさ、スパチャも1万とかじゃないとね、こうすぐコメント流れちゃうからね、難しいよな。そうね、俺もそんぐらい有名になれればいいんだけどね。だって1放送するだけでさ5万とか稼げても神じゃね。
それだけで生活できんじゃん。それ毎日やってたらさ、毎日5万稼いで、で5でしょ、で10日30日じゃん、1ヶ月、150万じゃん。やば、それだけで生活できるじゃん。150万で12月、イースパチャだけで1000万超える、すげーみたいなことになるよね。そういう生活がもう来てるんだね、目の前には。すごいな、お金の価値、働くってなんだろうって改めて思っちゃうよね。すごい。お金のために働く時代が来なくなるのかもしれないね、そういうこと考えてると。まあそういう人たちはまあごく稀だけどな、言うて。すごいな、赤赤さん。そうか、大悟さん見てるのか。まあためになるよね。俺大悟さんのさ、あの本を読んで樹形図でまとめるっていう回があって、俺それ結構今実践したりしてる。自分が読んだ本とかを樹形図にまとめたりとかは結構するかも。まあ、最近本読んでないからあれだけど。でその樹形図を見直して本の内容を思い出すとかもよくあるし。いいよね。写真はねこんな感じなんだけど、まあちょっと薄いか。もうちょっとじゃあ影取らしていきましょう。プラスして今12時半なんで、よし、どうしよっかな。まあ1時くらいには今日は終わります。あんま遅すぎてもちょっとね、今日はもう平日なんでなかなか厳しいとは思うので、あとはメイン周りをねちょっと書いていきますか。こんな感じで、まあいろいろこういうのがあったりと、この細かいのをねまたまた書いていきましょう。よし、よいしょ、バシ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 。背景ですごく雰囲気出るんですね。そうなんですよ、背景は結構出ますね。そう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 、結構大事だと思う。受験であんまり背景描かないんだけど、背景描いた方がね多分リアリティはすごい出しやすいと思う。うん、背景がないとマジでデッサンっぽい感じになっちゃうよね。背景は大事にした方が俺はいいかなと思うかな。本当に高次元を目指すのであれば、受験で背景、まあ受験はさ7時間で結構でかい画面に書くから、でかいって言っても受験レベルだけど、だから背景書く時間ないんだよね結局。だから手が早くなればね、背景書いて雰囲気出すの全然ありだと思う。結局背景大事だしな。受験でほんと手が早い人背景描いてもいいんじゃないかなと思っちゃうけど、だってねデッサンでさ背景なしでさ毎回受験の時とかは描くけど、なんか結局さ背景はあるものだし、やっぱ描かないと嘘になっちゃうしねと思って、嘘つかなきゃいけなくなっちゃうんだよね結局、背景がないから。
結局嘘つかなきゃいけない状況になって、そう、そうなったらね、どうしてもだし、よし、ライブできてきたかな。うん、よいしょ。大悟さんの有料会員にも入ってます。まだ全然有効活用できているとは言いませんが、大悟さんって喋り方のせいか割と周りの友達にはうさんくさいとかって思われがちなんです。そうだよね、ほんとそう思う、ほんとそう思う。大悟さんうさんくさいっすみたいな感じで思う人めっちゃ多いよな。そうそう、ちょっとしょうがないところあるけど、でも結構ね、東大の人とかも結構見たりしてる人多いから、うん、全然心配しなくていいと思いますよ。ちゃんと賢い人は見てるだろうし、意識高い人は見てるんですよ、ああいうの多分と思います。東大でなんかね、講義があった時に、まあそれぐらいしか行ったことなかったんだけど行ったのよ。でその時にその大悟さんの話になって、結構ね見てる率高すぎてさ、びっくりしちゃったし、うん、ってぐらいだからいいんじゃない、自信持っていいと思うよ。見てないの、あ、人生損してるねくらいで言うぐらいでいいと思う。俺も見てたしな、言うて、なんか単純に疲れて見なくなっちゃったんだけど、なんか自分のことやり始めすぎて、うん、でも全然俺も今でも見なきゃなと思ったりもする。まあ、ちょっとね、多分うさんくささって多分あそこで出ちゃうんだろうね。あのサムネとかさ、題名とかでさ、まあ題名とかサムネってさ、結構集客の肝になってくるところだから、え、ほんと何それみたいなのに結構釣られるようになっちゃうんだよ。だからそう、サムネがね、ちょっとどうしてもおさんくさくなっちゃう部分で、こうそういう風なイメージになっちゃうんだろうね、うん、とは思う。でもまあそれはしょうがないことだし、 YouTube を運営していく上ではそういう風なサムネを作んないとやっぱ伸びないしね。うん、俺も結局一番うさんくさい、あの、題名の動画が一番伸びてるしね。絵が描ける人ほど描かない。みたいな。そう。なんかそういう、やっぱりその文章の中で逆説なんすよ。ああいうのって。もう俺も調べたんだけど、相反することを、こう文章の中で入れると、まあうさんくささも上がるけど、みんな気になるみたいな。例えばダイエットとかだと、例えばよく食べるダイエット法とはとかやるとみんな気になるでしょ。絵にも良い嘘悪い嘘ありますよね。そうだね、そう思います。嘘っぽいとか癖っぽいとかよくないけど、あー、いい感じで嘘ついてるなーってのが結構あると思います。まあ俺はデッサンに置き換えて考えちゃうけど、うん、そう思う、あると思います。そうね、逆説的な名前の動画の題名すると結構伸びるっていう話でした。良い嘘悪い嘘ね、癖っぽいデッサンって言われるとやっぱなんかこう悪いデッサンな感じになっちゃうし、逆にこう、あー、いい存在で描けてるねとかみんな褒めてるけど実はそれ嘘ついてんだよねとか思ったりするときも俺もあります。それはあるよ、やっぱり。だから平面だからどうしても嘘つかないといけないっていうふうに教えるしね、結局。でいい嘘つけてたら多分、でもあんまり嘘つこうと思ってつくと大体あのいい方には転ばないので、最初はねこう忠実に書くことをお勧めします。そうね、逆説題名は結構大事ですね。あとなんだろうね、よく食べるダイエットだったり、まあダイエットって実際物食べないっていうイメージが強いからね、そういう風になったりとか、あとはなんだろうね、何があるんだろうな、頭がいいやつほど勉強はしないみたいなそういう感じだよ、単純だけどね。とか、あとは気になるの、うん、肌にいい健康習慣は何々とか、なんだろうね、洗顔はしすぎると肌に良くないとかかな、まあ、もうそれはもう事実になりつつあるのかな、とかかな。あとなんか逆説的で人を引き寄せそうな題名ってなんかあるかな。どうせなら美術系でいくか。うまい人ほど、何があるかな。
そうね、そうサムネ会議みたいなのあったしたよね、チームの仲間がいて。あとみんな知ってる成功者みたいな人で大吾さんの放送見てるみたいな人見かけないのも知らない人からしたら説得力足りないかもですね。え？でもみんなが知っている成功者みたいな人で大吾さんの放送を見てますみたいな人を見かけないのも知らない人。でも中田とか見てない？中田敦彦さんとか堀江門さんとか見てんじゃない？そのビジネス系だねは結構見てる人多いと思います。俺結構見てる人多いと思うんだけどな。まあ確かにあの YouTuber ってさ結構子さんの人が今売れてる人多いからだとは思うんだけど、結構メンタリスト大吾さんとか結構新参者はよく見てると思うけどね。結構逆に売れてる人ほど見てると思ってた俺はっていうイメージでした。うん、違ってたらごめんなさい。そっかなって思っちゃったけど、どうなんでしょうね。ゲーム実況者とかあんま見ないだろうね。なんか業界じゃない気がする、その業界っつうか。うん、まあ、見た方がいいとは思うけど、いや絶対価値あるよあの人のチャンネル。まあ、時々ね、あの人のチャンネルってあれだよね、確か論文を持ってくる人と大吾さんが喋るみたいな感じだよね多分。でその論文の出どころが悪いとどうしても嘘みたいなこと言っちゃうこともあるのはちょっとね悲しいところはあるけど、それで一回なんか炎上したことなかったっけ、なんか宿題をしなくてもいいみたいな回あったじゃん。もうそれにみんなもう反応してたのもなんかすごかったね本当に。うん、それは嘘だみたいな。まあそんぐらい有識者の人見てるってことだよね。うん、だって嘘を流すな嘘を流すなとか言ってるけどテレビの方がよほど嘘ついてるってみんなよく言うし、うん、そうだから別にそんなね悪質じゃないとは思うよ。絶対ねテレビの編集でその伝えたかったニュアンスが変わってくるってことなんていかようにしてもあるし、それは嘘じゃないのって話もなるしな。そうなるとなんか動画としても配信者としても、まあ、自分だけで編集して自分だけで出すとか、まあ、出演者にいちいち動画だ作りましたちょっと確認お願いしますって言うとテレビのあの1週間単位だと終わらないんだろうなとも思うけどね。結局なんか YouTuber の、 あの下支えの人とか知り合うことがあってその人とかに話伺うとあの外注するときでも結局最後のチェックは自分たちでやりますみたいな感じが多い。でそれだったら意味ないじゃんっていう人もいるかもしれんけど、結構ねそのなんだろう割と出来上がったコンテンツを手直しするのか一から動画を一人で作るのかって言ったらやっぱ手直しするから楽圧倒的に、うん、だと思うから。だってデッサンだって自分で一から書くのと生徒が書いてなんかこうそれに手出しする方どっちが楽かって、それは生徒手出しした方が楽だもん。割となんか進んでるから意外と生徒のなんかこう手を出す時とかってなんかねものの10分あればもう冗談になるんだよね。うん、みんな結構惜しいとこまで行ってんだよな。だからなんだろう見れる人からやればどこやればいいとかもう分かってっから、そのどんなにまあさすがに形狂いすぎてたらダメだけど、まあ、ある程度実力があって伸び悩んでるんですっていう人は本当にねなんか講師がやっちゃえば一瞬で良くなるから、なんかそれをね見定めてほしいよね。そう上手い人に手出してもらってで写真撮ってあどことどこ書いてんだそしたらこんなに上手くなるんだ顔の印象ってここ書くとすげえ似るんだとかそういうのをなんかこう加筆してもらって見るのもありだと思う。よし、まあこんな感じかな。だいぶなんかスポテッド側感できてきたね。2時間5分でもうすぐであと15分か。まあ15分だったらまあやろっかな。まだ
ちゃんとね書いていきますよ。最近だいぶクオリティが上がってきたからな。そう、前回のクオリティをね落としたくないぐらい頑張りたい。前回はねちょっと定着させすぎちゃってサイドがすげえ落ちちゃったんだよな。そこが俺的にはすごい残念な回でした。だから今回はこう書きすぎなつこう擦りすぎずちゃんとさえのある割と見やすい画面を目指しています。背景でデッサンで黒くずっと塗りつぶすのはちょっと無理があるかもしれないね。絵の具とかの力を頼った方がいいかもしれない、そういう時は。でなんか前回は思いました。あまり黒塗りしすぎるとな、あのでかい絵だったらまだいいけど、でもどうしてもさ反射しちゃうし、背景は少しなんかこうトーンの差があった方がおそらく見やすい気がする。この辺の形分かりにくいね。でこの辺少し光が落ちてる感じね。こっちはちょっと暗いと。パディントンくらいと。よし。で、ここら辺は少し来てる感じかな。よし。やっぱりやっぱり。やっぱりテレビで。人を取るようなことをしてたからまんまと大吾の思うツボにはまってるみたいに思われるのも大きいかもですね。デッサン最初の方は忠実に再現把握しました。やっぱ基礎を理解してないと応用というか嘘というか控えめがいいのですね。そうだね、そう思います。テレビで人を撮るようなことをしてたから。あ、そうなんすね。なんか撮影とかしてたんですか。まんまと大悟の思うツボにはまってる。そうなんだ。なるほど。その思うツボっていうのは何かな。大悟さんが言ってるようなことになっちゃってるってことなのかな。もしなんかちょっと分かりやすい感じがあったらお願いします。大悟さんのもうツボになってるっていうことなんだよね、多分。テレビ業界がっていうことなのかな。裏目に出てるというか、そのなんつうの、情報がどうのこうのみたいな感じになってるってことなのかな。もう引退されてるんですかね、赤赤さんは。テレビ業界からはってことなのかな。あ、ちょっと光をより設定していきます。お、だいぶ定着してきたんじゃないかな。操るです。あ、なるほどね。あ、すいません、テレビで人を操るようなことをしてたから。あ、すいません、撮るじゃなかった。すいません、ちょっとパソコンがねちょっと遠くにあるものでなかなか見えにくくて申し訳ないです。操る、テレビで人を操るようなことしてたの、赤賀さん。言い方が怖いな、なんかすげえ怖えんだけど。あー、思うツボなんだね。確かに操れちゃうよね、結構心配もあおれるしな。若者が危機感ないって結構言われるけどね、テレビとかで。本当にそうなんだろうか。まあそら渋谷の若者とかどうなんですかね、わかんないです僕は。まあ実際自分が見たものじゃないことを言ってるから何を信用すればいいのかっていうのも正直わかんないとかあるよね。結局テレビってまあある程度のなんだろう信用があるからさ。だけどまあ結構意味合い的には変なとこぶち抜かれることもあるし、うん、難しいよね。難しいで片付けるのは一番良くないって誰かに言われたわ、そういえば。難しいよねとか言ってみてあれだけど。よし、
や、大悟さんが人を操るようなことをしてたってことです。わら、メンタリストですので。え、そうなの？へえ、人を操るようなことをしてたって。へえ、怖っ。あ、テレビでそういうことをしてたからそういううさんくさいみたいな感じになってるっていうことなのかね。なるほど。そういう、確かにメンタリストってそういう感じになっちゃうもんな。確かにな。でもすごかったよね、なんかあのカード決めるとことか。単純にすげえよな、人のなのに観察をしてもうなんか当てるってのはすごいよな。あの人の前じゃ誰も嘘つけないよね。すげえと思ってちょっとね、人間関係的にはちょっと困るところもあるかもしれんが、その技術はなんか欲しい感じあるよね。あ、今この人嘘ついてる。ちょっと切ない感じもするけどね。で、自分の質問の仕方によっても真実は分かっちゃうみたいなね。ホークサイという映画、5月に上映されますがどうですか、ご覧になる予定ありますか。あね、ホークサイね、知ってる知ってる。気になるけどどうだろう、見るかな。どうしようって悩んでる感じです。表現者としては見た方がいいんかね。あんまりね、興味度的にはなんか 40% ぐらいだった40% ぐらいだったんだよな。なんか俺結構ホラー映画とか見ちゃうからさ。そう、でまあなんか見てみてもいいかな。北斎ってすごい俺の中でただの頑固親父ってイメージがあってね。まあでもなんかそういう生き方をどういう風に、映画の人がどういう風に描いてるのかってのは少し気になるかも。あれだね、表現の自由と戦ったみたいな感じだね。多分江戸時代のその検閲から自分をどう表現したかみたいな。まあ結構ドキュメンタリー映えしそうな設定だよなと思って。それが本当に事実かどうかは分かんないけど、でも本当にそうだったらまあ結構面白いかもね。なんかこう力をもらえるかもしれない、表現者として。確かにな、それ言われてちょっと気になっちゃったかも。見るかも。伝わってよかった。よかったですね。えチャットね、なかなか難しいよね。こうフェイスとフェイスで話すわけじゃないから、なかなかこっちもね間違った意図を組んじゃう時もあるし、そこがちょっと辛いんだよな。よいしょ、よし、じゃあ大体こんな感じかね。よし、まああと7分くらいか。ここちょっと面白い仕掛けします。この黒の模様のところは背景よりも黒の方が勝ってて、白いところだけ背景の方が暗いっていう風に設定をして、こうバチ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 見えるようにして手前に持っていきます。こういう嘘のつき方が俺は好きです。ちょっとあまりやりすぎると気持ち悪いかなとはあるんだけど、こんな感じ。まあ書きすぎて印象が悪くなるっていうデッサンはあるけど、ね、そこがやっぱまた難しいとこなんだよね。うし、まあこげん感じかね。ちょっとこの辺がちょっと俺の手の跡がさ、そう、人間の手の油分でさ鉛筆が反応しちゃうんすよ。でムラになっちゃうんだよね。それを俺は防ぎたいんだけど、なかなかそれが難しいところがあって、その油分の手がなかなかね、そのムラになっちゃうのが俺嫌なんですよ。どうにかなんないもんかね、これ。ならんかねっつって。鉛筆のこのストロークタッチでどうにかごまかす？Thank you.
どうじゃどうじゃ。今思ったけど、まあツイッター動画でもいいのか、その自分が今日これ書きますのお題とかって告知ついでに、その辺でモチーフ決めとくのもありだしねと今思った。ただな、それってなんだろう、他の人のサイトの写真とか撮っちゃっていいのかな、ツイッターとかに。どう思います？それがなんかグレーだよね。俺の写真だけだとちょっと限界が来るからさ、どうしても。どうなんだろう。どう思います？手袋してみては、まあ確かにね、確かにそれマリだな。ちょっと油かな。手袋か、確かにそれはありだ。絶対真っ黒になりそうだけど。質問です。小代さん、浪人時代の予備校の授業の様子でどんな感じだったんですか？予備校の時はまあ朝9時から始まるから、まあ、それまでに学校に来て、まあその日の、まあ、デッサン、立体、平面どれか分かんないけど、まあその準備をするために、まあ、30分前ぐらいに来て、でまあそれでデッサン始まり、そこからまあ12時までとりあえず書いてとか作ったりして、で昼飯食う食わないはまあ人それぞれあって、でまあ結局だいたい4時ぐらいかな、4時ぐらいに校評があるから、まあ4時までにこう仕上げるみたいな感じで、4時ぐらいに仕上げて、でそれをまあみんなの前にこう出して、まあみんな出してくんだけど、それでまあ4時から校評みたいな感じで、まあ先生がいるから、その先生にこうみんなの前で校評してもらうって感じかな。でまあ東京の予備校はまずそれで前に出して、でこの人がうまい、この人が下手いみたいな感じで、そのうまい順に並べていく感じ、絵を並べていって、でそこから公表してもらうって感じで、うまい人から公表してもらって、じゃあ今日の一位この人、じゃあはい、じゃあこの人、はい、じゃあ何々くん、はい、これよくできてる、これよくできてて、ここはもう少しできるといいよねみたいな、そういう感じ。まあね、絵って結局さ、何なんだろう、なんか人に言われてうまくなるってよりも自分で気づくか気づけるかの問題だから、あまり口で言うのはあんまり意味ないんだけど、まあでも毎回毎回言うことによって、まあ結構本人の意識づけになれればいいなーっていう一環でやってる。そう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 、無意識に言われたことやっててうまくいったってこと人もいるし、そう、言われたことはしっかりやってきましたみたいな、ちゃんとその言われた意味をちゃんと深く理解してるのかって言ったら謎だけどもね。けささんありがとうね、コメント。なんかけささんのコメント多分俺初めて見た気がする。ありがとう、 初コメント、手袋ありがとうございます。よし、はい、お、あと1分、はい、こんな感じでできてきました。もうちょっとここら辺ストローク丁寧にしていこうかな。3-1ね。よし、でちょっとこすろうかな。よし、はい、じゃあ大体こんな感じです。どうですかね、大体こんな感じ今日は仕上げてみました。よいしょ、ちょっとこの辺はちょっと逃がしちゃったけど、どうかな。
んな感じです。まあこんな感じで書いてみました。今日はねスポテッドガーっての書いてみました。あ、赤赤さん最後コメントありがとうございます。なるほど、生徒のうまい絵順に公表しめ、順序ってどう決めてるんですか。まあその空間だったりリアリティだったりとか、まあ、パッと見で誰がうまいかなってのはやっぱりうまい人は分かってるんで、まあそれを順序立てて説明していく感じかな。まあ大体大事なのは空間と光と印象が似てるかとかかな、そんな感じですを基準に決めます。すげえかっこいい、お疲れ様でした、ありがとうございます。かっこよく書けたら嬉しいです。アンケート機能とかもありますからね、ツイッター。もし著作権とか気になるんでしたら文字だけで、柳国さん書きたいみたいな感じでリスナーに画像の検索を促す、カチャカチャっとデフォルメしたやつを自分で書いちゃうとかどうでしょう。あ、確かにね、なるほど、それはありかも。 OK です、ちょっとそれやってみます。そしたらありがとうございます。じゃあ今日はこれぐらいにしときましょう。こんな感じでできました。よし、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、次回も来ていただけると嬉しいです。おそらくまた明日やると思います。で、まあね、ライブ以外にもいろんな動画配信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、よかったら高評価お願いします。ありがとうございました。さよなら。